はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学17日目、早速やっていきましょうね。もう見慣れた名前がある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日のテーマは何かというと、バンということで、最高の瞬間をつかむというものになります。最高の瞬間って何っていうと、まあ、例えばですけど、あなたにとってこの上ないやりきったとか、それから幸せとか、もう楽しいっていう瞬間っていうのは一体何ですかっていうことなんですね。例えば人によっては家族と過ごす時間とか、スポーツの大会で優勝した時とかね、それから志望校や資格試験に合格をした時とか、それから営業じゃないものづくりをする方とかだったら、1年かけて開発して製品が完成した時とかですね、それぞれにとって幸せな瞬間とか、それからまた味わいたいなと思う瞬間っていうのを自分自身の中で明確にしていくっていうのが、今日の目標になっています。はい、これが最高の瞬間をつかむということですね。で、心理学者のアブラハム・マズローっていう名前、おそらく聞いた方たくさんいらっしゃるかと思います。まあ、よく聞く名前ですね。で、何で有名かっていうと、欲求の5段階説っていうもので有名ですってね。今日別にこの話をするわけじゃないんですけど、まあ、欲求の5段階説って一体何かっていうと、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求という、まあ、5つの欲求がありますと。で、それぞれ何かっていうと、生理的欲求は生きていくのに最低限必要な基本的な欲と、まあ、衣食住なんかって言われたりもしますよね。まあ、性欲も含まれますけど。で、それから安全欲求っていうのは、安全安心な暮らしを求める欲求ということですね。それから社会的欲求に関しては、属するコミュニティ、例えば学校とか会社とか家族っていったコミュニティから受け入れられたいっていう欲求ですね。まあ、ここから当然その除外されていくと、やっぱ人間って心苦しくなったりとか、いわゆるいじめが起こったりとかっていうことなんですね。で、それから承認欲求は何かっていうと、他者から尊敬されたいとか認められたいっていう欲求のこと。それから自己実現欲求ということで、で、自分のありたい姿ややりたいことを実現したいという欲求。要は、今日はですね、ここの自己実現欲求というところに、まあ、深く入り込んでいくっていうようなお話になる予定になっています。まあ、上から順に、本当は下から順にですね、ピラミッドみたいな形になっていってるんですけど、まあ、今回はその一番下のが生理的欲求で、一番大きな欲求っていうのが自己実現欲求っていうのが欲求の5段階説ですねっていうことなんですね。まあ、今日はこのお話はしないんで、この程度のご紹介ということです。で、マズローが提唱したですね、ピークエクスペリエンスっていうものがあります。で、ピークエクスペリエンスって一体何かっていうと、まあ、最高の体験ってことなんですけど、結局は。人間として最高の瞬間であり、人生における最も幸せな瞬間、至福を味わう体験のことを言います。だからさっき言ったような家族と過ごす時間がピークエクスペリエンスという方もいれば、それから仕事で成果を出し続けるということがピークエクスペリエンスだという方もいらっしゃるかと思います。まあ、これは人それぞれですねということですね。で、そのピークエクスペリエンスについてなんですけれども、こんな感じで、この瞬間を体験することによって長期にわたる影響が起こるんですね、皆さん自身にとって。じゃあそれってどんな影響が起こるのっていうことなんですけど、自分が何者であって、で、これから何をしようとしているかっていう洞察力が高まるということなんですね。まあ、簡単に言うと、自分が将来何をしていきたいのかなっていうのがなかなか具体的に浮かばないっていう人がいるんですけど、エクスペリエンスを体験することによって、もう一回これをやりたいなっていう、自分のある程度人生とか動くことにおける方向性っていうのが決まっていきますっていうことです。それから将来の困難を切り抜けるための勇気と自信を得ることができると。だって最高の体験をしたってことは、自分の実力があったりとか、運があったりとか、人間関係がうまく作れてたりとかっていうことなんで、おっしゃ、じゃあもう一回これやってみようかっていうための行動する勇気、それから自信っていうのが得られますということなんですね。はい。でですね、じゃあそのピークエクスペリエンスを味わうためにどういうことをしたらいいかっていうと、まあ、当然その体験するためだったら人って一生懸命になるんですよね。で、ピークエクスペリエンスを味わうためだったら、もう目標を立てて行動を取るというのはもう厭わないということなんですね。で、自分にとってたまらないエクスタシーを感じることができる体験だったら、何でもやるっていうのがもう人間のすごいところなんですよね。まあ、何でもやるからって言って犯罪していいっていう、そういうわけじゃないんですけど、まあ、あの体験をもう一回味わえるんだったら何だってしてやるよっていうふうに、人間モチベーション高まって行動力が高まりますよっていうことなんですね。じゃあそのピークエクスペリエンスを持っていくために、まずやった方がいいことっていうのって何かっていうと、
当然なんですけど、ピークエクスペリエンスっていうのをいくつか思い出してみましょうということなんです。で、今日簡単にやっていただきたいワークとしては、15分ほどかけてその過去に体験してきたピークエクスペリエンスっていうのをぜひ書き出してみてくださいということです。で、書き出してみた結果どういうことが起こるかっていうと、心も体もいい状態になったっていうデータがあるんですね。それは何でかっていうと、書いているうちに、あんな体験よかったなとか、こんなことしたよなっていう風に気持ちよくなってくるんですよ。はい。で、ちなみに、思い出すときには、以下のような言葉っていうか、文言、ヒントに、ぜひ考えてみていただけたらと思います。これは提唱されている言葉なんですけれども、人生で最も素晴らしい経験を考えてみて、最高に幸せな瞬間や至福を感じた瞬間、それは、恋愛をしているとき、音楽を聴いているとき、映画を見ているとき、旅行をしているとき、運動しているとき、何かを作り出しているとき、そのうちの一つを選び、その時の感覚や心の動きに意識を向けて、もう一度その瞬間にいるかのように味わってみよう。ということで、感覚とか、その時に考えていたこととか、それから感情を含めて、できるだけ詳しく、その時の経験っていうのを書き出してみてください。はい。優勝した時に、どんな匂いをその場で感じてましたか、どんな声援を、称賛の声を浴びていましたかとか、トロフィーの重さどうでしたか、賞状にはどんなこと書いてありましたか、賞状を渡す時のおっさんの顔、鼻毛出てませんでしたかとかね、そういうことをね、いろいろ思い出してみていただけたらというふうに思います。で、続いてですね、1日15分かけて、で、ノートに書き出せるだけ書き出してみるということをぜひやってみてください。15分程度なんでね、思い出せるだけでいいです。書き殴るだけ書き殴ったりです。で、別に15分って一応目安であって、これ以上の体験ないなということで書き出し切ったのであれば、それで OK ということです。で、その経験、または近い体験をもう一度味わうためにもヒントを出していこうと。だから最高の体験を、最高の瞬間をつかむためには、結局、もう一回やりたいなって思う瞬間とか、それに近い体験っていうのを味わっていくっていうことが手っ取り早いお話になっていきますので、毎日毎日ですね、この動画を見ながらワークに取り組んでいただいている方、非常に手数多くやってらっしゃると思いますので、これだけにその最高の体験を新しく作りましょうっていうのはなかなかしんどい話かと思いますので、そこはもう一旦、コピーっていう言い方するとあるんですけど、コピーに近い形でですね、再現するという形で、最高の体験、最高の瞬間っていうのを掴んでいただけたらというふうに思います。ということでですね、本日の動画は以上なんですけれども、お約束の最後に、本日の動画が役に立ったなとか、それから面白かったなという方はぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。